はい、11月6日、に出場しますウィッキー選手です。今回このオファー来た時どう思いましたか？まあ美味しいかよく分かんないですねけど試合しないと生活が今回生活のためですか？はい、いや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 、初めて、あ、前 K1 ルールは1回ありましたね。はい、今回シュートボクシングルールとなります。はい、シュートボクシングルールに関して、まあ、ご自分のスタイル的にはどう思いますか？フィットすると思いますか？多分すると思うんですけど、やったことないから分かんないです。適当に適当にやるしかないですね。 K1 の時と一緒で相手が鈴木選手です。どういう印象をお持ちですか？蹴りがすごい上手いイメージなんですけど。どういったところが？あ、ハイキックですね。ハイキック、どういうふうに戦いましょうか？分かんないですね、適当やってみないと分かんない。まあ、シュートボクシングファンの皆さんにウィッキー選手を、まあ、アピールする場でもあります。はい、うん、会場に来ていただく皆さんに一言。ちょっとシュートボクシングと違うスタイルの戦い方をお見せします。口数少ないですね。だって何も思い浮かばないですわかりました、はい、それでは会場に来ていただく皆さんに最後メッセージをお願いします。あ、お楽しみに。ありがとうございました。